はい、どうも、全力実況 YouTuber、ビーモリです。日本シリーズからね、一夜明けまして、今日の朝、えげつない量のニュースが入りました。何から喋っていきましょうか、これ。いや、もういろいろありますよ。日本シリーズ終わりで、やっぱりいろいろみんな、情報解禁していくんでしょうね。FA もね、そのタイミング多分解禁になると思うんで。これで、まず、見事26年ぶりで日本一になりました、横浜 DeNA ベイスターズが、まず言い出したのが、バウアー再獲得調査。バウアー投手はね、去年、DeNA で、プレーをして、で、今年は MLB の復帰を目指したんですけども、声はかからず、結局メキシカンリーグでプレーして、安楽投手とね、一緒にプレーして、かなりいい成績を残してたんですけども、DeNA が再びね、バウアーを取りに行くと。いや、でも正直ね、DeNA に今年、バウアー投手とかね、もしかして今永投手とか思ったら、マジで優勝まであったと思うんでね。打線は本当にこの、プロ野球界でも最強やと思うんで、そこにね、バウアーとか加わったら、マジで DeNA 黄金時代来るんじゃないかって。あと DeNA クリアレン投手もね、獲得調査ってことで、はい。いよいよ DeNA がマジで勝負かけてきてるなっていう、そういう感じはしますね。DeNA は日本一になりましたけど、まだそのリーグ優勝っていう目標はね、達成してないですから、まあそこに向けてね、はい。もう何も文句の付けどころのない、ところを目指して、来季以降ね、やっていくんでしょう。あとはですね、阪神タイガースの大山選手、大山雄介選手が、どうやら FA 権を行使するようだと。行使を検討みたいな感じの書き方をされてましたね、大山選手が。大山選手の阪神のバリバリの主力級が FA で出ていくってあんまりなくないですか？それでね、この大山選手クラスが阪神から FA って初めてじゃない？こんな。ほんまにまず出ていくんかってところがね、ちょっと疑問なんですけど、で、阪神からさ、出るメリットなくない？うん、だって、ね、阪神で給料もね、まあ、だいぶもらえるでしょ、他の球団より。でね、その、引退後の仕事も阪神だといっぱいあるでしょ。あんま出るメリットないと思うんですけど。まあ、そこまでして検討するってことは、まあ何かしらチーム内でね、あるんですかね。うん、その、大人の事情が。ってなった時に、この大山選手が FA するってなって、まず一番最初に手を挙げたのが、巨人。読売ジャイアンツ。これ、阪神から巨人の移籍、FA 移籍ってマジで禁断の移籍で、これまであったんかないんじゃないかな。うん、これ本当に禁断の移籍って言われてるんですけど、これだから仮にね、大山選手が巨人に行くってなったら、来年の巨人対阪神、甲子園初戦は、今年の山川選手レベルのブーイングが予想されるんですけども。でもちょっと待てと。仮にですよ。仮に大山選手が FA するんであればよ。これオリックスも俺取りに行っていいと思うんだ、俺。うん。オリックス。大山結構補強ポイントちゃうかと思うんですけど。ファースト、サードもできる、一応。オリックス行っていいやろ、これ。大山選手出るなら。まあ、巨人にね、そのマネーゲームで勝てるんかって話ですけど。いや、でもね、一応、獲得する姿勢を見せた方がいいと思う。今年のファースト、オリックス。まあ、頓宮選手がね、まあ、レギュラーとして期待されてましたけど。まあ、結果はご存知の通り。全然ね、もう、打率1割台でダメでしたと。で、セデーニョもたまに守ったけど、まあ、セデーニョもまだまだ荒削りなところがあると。うん、まあ、レギュラーとしてフルで1年使い続けるのはまだ計算しにくいと。まあ、あとはね、大田亮選手がね、守ったりしましたけど、大田亮選手はやっぱ本職はセカンドかサードだと思うんですよね。ね、逆に大田亮選手ぐらいの打撃力をセカンドサードで使えれば、でかいじゃないですか。T 岡田選手も引退して、うん、ファースト、意外といないんですよね、オリックス。この人っていうね、固定できるような選手が。これだから、大山選手ってこれ取ってもいいと思うんですよね、マジで。しかもオリックス今、右の大砲があんまりいません。まあ、杉本選手ぐらいかな。マジで補強ポイントで合ってると思うんですよ、大山選手。ちょっとサードもできるんで、まあ、サードも割といないんで、オリックス。うん、だからファーストサード、右の大砲、もう全部合ってるんですよ、オリックスの補強ポイントと。大山、FA するとオリックスマジで行ってくれ。大山取ろう。オリックス阪神に取られてばっかりやから。伊藤にしろ、西勇輝にしろ。ちょっと、そろそろちょっと阪神から恵んでもらおう。ちょっと、大山選手、ぜひ、関西同じオリックスいかがですか？メディアのプレッシャーとかも、阪神に比べたら多分少ないと思うんで、拠点を変えずにね、しっかりと伸び伸びとプレーできるオリックスバファローズいかがでしょうか？お待ちしてます。はい。あとはね、昨日日本一を逃したホークスについてなんですけども、まず、石川修太投手がどうやら FA 権を行使する、なんか方向みたいな話が出てますね。石川修太投手はね、C ランクなんで、まあ FA 行使するとしてはかなり人気の選手になると思うんですけど、ほんまにするんですかね？はい。まあまあ、今年は確かにね、先発とか中継ぎとか結構その、ユーティリティな、ね、使われがされたんで、もしかしたら先発としてしっかり評価をしてくれるところに行きたいかもしれない。関東に行きたいのかもしれない。まあ相当人気になるのは間違いないですよね。まあ、オリックスはまあ、いいかな。先発はいいかな。ちょうどエスピノーザを超高額契約で残したばっかりなんで、エスピノーザ高すぎんかって思うんですけど、普通に大物 FA 選手というぐらいの年俸を払ってもうてるからね。1年あたり4億とかでしょ。だいぶ高いっすよ。ということで、まあ先発要員としてはもうちょっとオリックスは多分手一杯なんで、はい。まあ石川修太投手は、
そうですね。まあ、関東のどっかの球団行くんですかね。あと、海拓也選手も、なんか、熟考みたいな話が出ました。まあ、熟考ですからね。今何も、その、終わったばっかりなんで、まだこれからですみたいな話でしたけど、海拓はマジで出ないと思う、俺は。ほんまに開拓こそ出るメリットなくない？で、一番年俸をもらえるホークス。で、しっかりとね、正捕手として。まあ、しかも、ところどころ休ませてもらいながら、今年は結構成績良かったよ。一番いい使われ方やと思うんですよね。しかし、たまに休みをもらえるかつ、正捕手として、で、一番成績を出しやすい使われ方。で、引退後も福岡で仕事ある。マジで客観的に見たら、開拓選手がホークスを出る理由はあるのかなって思うんですけど、まあ、まだね、決まったわけじゃないですけど、熟考を言ってますからね。だから、俺は出ないと思うけど、まあ、出るとしたら、一野球人として挑戦したいみたいな感じなんですかね。はい。まあ、開拓選手が FA するとしたら、巨人が手上げるみたいですけど、大城匠選手も巨人確か FA でしょ。で、阪神の坂本選手も FA でしょ。で、なんかホークスは開拓が流出したら坂本取るとか言うてるし、キャッチャーこのシーズンもすごい動く感じはありますよね。はい、そしてね、最後これです。はい。もう、これが一番、もう、恒例行事って感じですかね。ホークス、ライデル・マルティネス、獲得調査。勘弁してくれ！勘弁してくれ、ライバルは！ホークスよ！なあ。おい、去年オスナを10億で残したばっかりやろうがい。外国人枠使って。で、ヘルナンデスもおって。もうね、十分勝ち場強いやん。まあ、オスナ今年は悪かったけどな。まあ、でも、ちゃんと絞ったらまた活躍するやろ、オスナは。だからもうすでにね、ヘルナンデス、オスナの勝ちパターンできてるんですよ。で、そこに松本投手もいる、藤井投手もいる。え？そこに？ライマル？え？ライデル・マルティネス？で、来年勝ちパどうなるこれ、ライマル取ったら。え？ヘルナンデス、オスナ、ライデル・マルティネス、外国人3人トリオ。で、そこに加えて、藤井、松本。野球って5回までなるん？いや、ちょっと勘弁してください、ライバルは。いや、ライデルはほんまに勘弁してくれ、マジで。まあ、でも確かにライデルの年俸は今年跳ね上がると言われてる。今現在所属の中日、その、まあ、抑えピッチャーでね。おそらくもう単年10億は超えてくるであろう年俸。抑え投手にそこまでの年俸を出せるのか、中日が。で、そこまで出す価値があるのか。それなんかね、コスパ的なところを考えると、もしかしたら中日はもう厳しいかもしれないと。で、まあ、その、抑えピッチャーに単年10億出せるようなチーム、どこにあるか、この日本に。ホークスぐらいしかないやろ、もう。うん。で、やったらもうこれホークス、なっちゃうんですか、ライバルは。普通に考えたらそうですよね。抑えピッチャーにそんだけ出せる球団ってもう日本にはホークスしかないんですよ。あとはもう亡命しかないですよ。亡命。亡命ロドリゲス。まあ、ライマルは契約破棄しないからそことは違うんだけども。ちょっと来年ホークス、ライデル・マルティネスの誕生にこれ震えてもらわなあかんですね。オリックスはいかんでいい？ライマル。さすがにいかんでいいか。まあ、外国人枠も結構きついしさ。うん。ちょっとオリックスはライデル・マルティネスにはちょっと参戦できません。はい、まあ、中日に残る線は年俸のことを考えるとどうなんだろうな。うん。いや、それ残ってほしいけど、残ってほしいけど、ちょっとまあ、抑えピッチャーに10億ってなると、まあ、ビジネス的な考えをすると、ないのかなと。はい。もう、青みそさんも言ってましたけども、亡命してメジャー行くのがもう一番、みんな丸く収まるんじゃないかなと。来年ヘルナンデス、オスナ、ライバルだけはほんまに野球が5回で終わりかねないの。ほんとちょっと、もうほんと毎年恒例行事。これホークス日本一だとかよかったんじゃん。これ怒りの大補強やる、多分これ怒りの大補強。ホークスが日本一逃したから、またホークスが怒って来年日本一に向けてやってるやろ、これ。ホークス日本一だった方が、みんなさ、DeNA 応援してたやん。DeNA 頑張ってホークス倒せつ。ホークスが倒された暁にどうなるかっていうのは、この3年間見てこなかったんか。2022年山口のホームランで近藤健介とオスナと有原獲得。幕張の藤岡のホームランで、山川とウォーカーとか獲得。で、今年横浜で、桑原の大暴れでツッツのホームランで、ライバルですか。歴史は繰り返す。もう毎年同じことです。ということで、ホークスは来年も強敵になりそうなんですけどもね。まあちょっと、オリックスはマジで、大山取りに行こう。大山選手。FA するとしたらほんまに取りに行こう。もうそこやわ。来季に向けてそこのね、戦う姿勢を見せてほしいですね、オリックスは。はい。オリックスも負けてられへんぞ。優勝や！